コルム・オドノヒューはアイルランド出身の競馬機種である。日本語ではコルム・オドノビューと称されることもある。1997年に機種デビューを果たす。見習い機種時代よりエイダン・オブライエン旧車に所属し、見習い機種で亡くなった後も同級者の主戦機種の一人となっている。同年6月24日のレースでマイロレインに起乗して初勝利を挙げる。 以後徐々に活躍をするようになり、1999年頃より、他球者の陣営からも騎乗依頼が来るようになった。2001年には23勝を挙げた。翌2002年、カラ競馬場で開催された、フェニックスステークスで、スパルタクスに騎乗し一着となり、G1 初勝利を挙げた。その後、G1 勝利からしばらく遠ざかったが、2007年に、 プールでスセで、プーランでアストロノマーロイヤルに起乗して一着。G12 勝目となった。いずれも、オブライエン級社の所属場であった。その後は2009年のクリテリウムアンテルマシオナルで、ジャンフェルメールに起乗して勝利。翌2010年には、ジョジュアツリーで、カナディアンインターナショナルステークスを制覇した。その翌年の2011年にもアイリッシュダービーで、 トレジャービーチに帰場して優勝し、同年にはこの他にもセクレタリアとステークス、クイーンエリザベス2世チャレンジカップステークスも制覇した。また同年には短期免許制度を活用して日本でも帰場している。2018年にはアルファセントーリとのコンビでアイスセンギニー、コロネーションステークス、ファルマスステークス、ジャックルマロワ賞を制するなど欧州競馬を沸かせた。 2018年11月4日、アルゼンチン共和国馬洋、パフォーマープロミスで制して JRA 重賞発制覇。ありがとうございます。